はい、皆さんこんにちは、こんばんは。おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自虐化動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいな白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国、世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、やっとね、奥歯の痛みがね、収まってきました。というのもですね、僕は今から約2ヶ月ほど前からですね、虫歯の治療がね、本格的に始まりましてですね、毎週月曜日はね、歯医者の日になってたんですよ。病気のね、治療の関係でね、虫歯になりやすいというその合併症をね、患ってしまって、います今ね、その虫歯をね合併症と言ってもいいのかどうかわかんないんですけども、ちょっとだけねその説明をします。その白血病やね悪性リンパ腫などのね血液のがんと言われるね病気をするとですね、治療のためにね抗がん剤放射線照射をします。抗がん剤やね放射線照射でねその血液細胞のねがん化してしまったがん細胞をね死滅させます。そしてねその死滅を確認するにはねその時点でですね血液中の中のがん細胞をねの数を数えるんですけども、ある一定のね数値以下になるとね寛解という状態になることを目的に抗がん剤や、放射線照射をします。しかしねその血液中のねがん細胞というのがですねまた性格がすごい悪くて、本来ならばその役目を終えたね、正常の血液細胞であるその赤血球、白血球や血小板やリンパ球といったね血液細胞というのはですね、一度はいなくなってしまうんですよ、役目を終えたらね。でもまた生まれ変わって、大体一定の量でね保たれてその体にね機能してくれるんですけども、そのね性格の悪いがん細胞というのはですね何の役にも立たずですね、時間が経ってもねなくなりもせずずっとね居座り続けてですね、その細胞なのでね細胞分裂を繰り返してどんどん増殖していくんですよ。で体をそのがん細胞でいっぱいして、体の血液血管の中をねがん細胞でいっぱいにしていくんですよ。そしてそんなね細胞分裂を繰り返したね血液中のがん細胞というのはですね、そのね先ほども言いましたけど体中に増えてきてですね、その正常なね血液細胞である赤血球や白血球、血小板、リンパ球がねちゃんと役目を果たす場所がねなくなってきて機能しなくなってしまいます。でそんな状態では命に関わるので、すぐにね緊急入院をして、抗がん剤や放射線照射といった治療をするんですけども、そして先ほども言いましたね、その一定の量になる、一定の量以下になる寛解の状態を維持して、その状態を確認するために、その時もね、先ほども言いましたけど、がん細胞の数をね、数えます。そしてそのね、寛解の状態をね、長い時間をかけて維持していくためにですね、何回も抗がん剤を繰り返します。1回のね、抗がん剤でね、寛解の状態に入ってね、維持できる患者さんもいればですね、僕のように何回も抗がん剤をしなければいけない患者さんもいます。そしてそのね、抗がん剤、放射線照射でのね、治療で、そのがん細胞をですね、死滅しきれない状態が続いてしまって、回復が見込まれない場合は、骨髄移植、末梢血管細胞移植、あとは再体血移植というね、その同血管細胞移植というものをする場合があるんですけども、でそしてその移植の際に伴う GVHD、移植変態宿主病という名前なんですけどね、分かりやすく言うと、その移植の際に伴うその副作用でございます。それが起こります。でその、ね、副作用を、ね、抑えるためにですね、免疫抑制剤というのを飲みます。免疫抑制剤というのはね、まだこれがね、厄介でね、硬いものをね、柔らかくする性質を持ってます。そのね、影響はですね、骨とね、歯にね、影響が出てきたりして、骨粗鬆症やね、大腿骨粗壊死とかっていうね、その大腿骨の、ね、太ももの太い骨があるんですけども、その太ももの太い骨と骨盤をつないでるところの骨がね、これが骨盤やったら、これ大腿骨やったら、こういう風にね、繋がってるんですよね。これが太ももでこうね、稼働するんですよ。こうやってね、足が上がる、下がるっていうね。で、その、ここの部分が壊死してしまう病気になってしまったりとか、今の僕のようにね、その、歯をね、柔らかくしてしまって溶けやすくなってきてですね、虫歯になりやすかったりとか、例えば今の病気する前に、治療をしてた、その歯の詰め物ね、昔に詰めた詰め物がね、ポロッと取れてきたりします。で、そんな歯の状態がね、続いてたんですよ。なので、その虫歯や取れた詰め物のね、治療をね、毎週月曜日に、6週間ぐらいか、連続でね、通ってました。ほんで、まあ最近、その先週の木曜日なんですけどもね、通院でですね、治療をしたんですけども、その時のね、痛みがね、ずーっと続いてて、まあ、その時のお話しした動画でもね、説明しましたけども、その虫歯を削って、神経をやっと抜き切ってもらって、仮の詰め物をしてもらってっていう時のね、もうその麻酔がですね、家帰って晩ご飯の時にですね、効き目が切れてきて、そっから1週間以上、もう噛み合わせるたびにですよ、激痛が走ってね、ほんまに流動食しか食べれないぐらいで大変やったんです。ほんまにだから流動食ばっかり飲んでました。しかしね、先日ね、その晩ご飯のおかずがハンバーグやったんですけどもね、粘膜障害のね、せいでね、塩コショウができてないそのハンバーグ、その味付けのされてないハンバーグをね、作ってね、食べてみたらですね、これがね、無事に食べることができたんですよ。痛くなかったんですよ、噛んでもね。今でも、いつやったかな、おとついぐらいまでの動画やったら、これ喋っててもめっちゃ痛かったんですよ、実は。こうなんか喋ってても、この、はーってね、カツンとこう噛む時があるから、響くんですね。めっちゃ痛ってなってたんですけども、まあでも我慢できてたんです。物を、こう、食材を食べる時ほど痛くなかったんで我慢できてたんですよ。でもまあその、食べれたんですけども、ハンバーグ食べれたんですけども、まだね、その粘膜障害のせいで、その、口の中自体の、腹じゃないわね、粘膜がほっぺたの下とかベロとかね、舌とかの表面がですね、その粘膜障害のおかげでね、痛くすぎて、味付けが濃かったら痛すぎて食べれないんですけども、その食材を噛むことができたことに対してすっごい嬉しかったんですよ。だからね、ちょっと食べ過ぎてしまいましたね。テンション上がってね。でもまあまあ食べ過ぎはね、良くないんで、ハンバーグとはいえでもね、まあちょっとね、テンション上がりすぎずにちょっと抑えていかな、食べる量も抑えていかなあかんなとね、思ってますけどもね。まあでもね、まだまだその詰め物は取れていきますし、全部詰めてもらってるわけじゃないんですよ、実は。まだまだスカスカのところもあるんです。で、歯茎も痩せてきてるんで、めっちゃ歯と歯の間にね、詰まるんで、まだまだ流動食メインで空腹を満たして栄養をとっていきます。ね、内科の先生にね、流動食生活の話をするとですね、噛んでないの？噛めないの？ってこう、聞かれるんですよ。問い詰められたんですけども、まあしっかり噛むことってね、実は重要みたいなんですよね、先生からしたらね。まあ理由は聞いてませんけどね、そんな気がします。でもまあその歯に詰まるのがね、嫌なので、まあそのようにね、工夫をしてやっていきます。歯磨きするめんどくさいしね、まあしますけどちゃんと、でもその歯間ブラシや爪楊枝や歯ブラシでこう、取って取ってっていう風にしやがらね、残ってたら気持ち悪いしね、そこからまた虫歯になっても嫌なんでね、しっかりね、そうやって掃除もね、して、歯の口腔ケアっていうのをね、ちゃんとしていこうと思っております。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。